皆さんこんにちは。織田信長の草履を懐で温めていたという逸話が有名な豊臣秀吉は、人の心をつかむ才能に非常に長けていたと言われていますね。また織田信長の武力による天下制圧とは異なり、秀吉は仲間を増やしていく方法で天下統一を成し遂げたと言われていますが、史実には秀吉の残虐すぎる悪行も残されているのをご存知でしょうか。秀吉の出自に関しては諸説あり、秀吉が織田信長と出会い仕えるまでは謎が多く、不明な部分も多いと言われています。秀吉は尾張国で正確な身分もわからないほどの貧しい農家に生まれたのだとか。一般的に秀吉の父親は織田信長の父である信秀の足軽を務めた木下八右衛門で、母親は後の大政所である中と言われています。その父八右衛門は戦場で受けた傷が元で亡くなると、母中は織田信秀の茶道坊築阿弥と再婚しますが、秀吉はこの養父とうまくいかなかったそうです。そして秀吉8歳の時、光明寺の小僧となりました。一説には侍になるべく自ら遠江に行ったとも言われています。10歳の頃には寺を追い出され、その頃から尾張の国内だけではなく遠江、三河、美濃を放浪していたと言われています。秀吉は当時多くの仕事を経験したようですが、父の残したわずかなお金を手元に、基本的には針の行事をしながら他の仕事を探していたのだそうです。ある時秀吉は清須へ向かうのですが、父の遺産であるお金は木綿針に変えたといいます。これは現金を持ち歩くより安全だという秀吉の判断で、まだ幼い秀吉がそこに気がつく鋭さを垣間見せた逸話です。幼いながらも鋭い経済感覚を持ち、賢さを磨いてきた秀吉の姿も見て取ることができますね。17歳の頃から織田家に仕え始めた秀吉は、やがて有力武士として知られるようになります。そして信長の死後、天下統一を果たします。決して恵まれた生まれではありませんでしたが、自らの才覚と行動力で一介の使用人からのし上がった日本史上最大の出世人なのです。この天下統一後の晩年に秀吉の性格が大きく変化したことでも知られていますね。しかし史実によると、秀吉の悪行は年齢を問わず行われており、天下を取ったから残虐になったのではなく、目的の遂行のためなら他人の命を躊躇しないという秀吉の思考は晩年に顕著になっただけと言えるのではないでしょうか。信長から毛利家が支配する中国地方の攻略を託された秀吉は、播磨国上月城を攻めます。秀吉は最初に籠城側の水の手を断ち困窮させました。籠城側は秀吉方に詫び事を言うのですが、秀吉はそれを跳ねつけるだけにとどまらず、垣を三重にし、籠城する兵士らが逃亡するのを許さなかったのです。さらにあらゆる場所から攻撃を仕掛け、城に攻め込んだ際に秀吉軍は敵兵の首をことごとく跳ねたのでした。この後秀吉の残虐性があらわとなります。城内にいたであろう女性や子供200人ばかりを備前、美政、播磨の国境に連行し、子供は串刺しに、女性は貼り付けにして虐殺したのでした。秀吉はこれらを敵方への見せしめのためにしたのだそうです。いくら敵への見せしめとはいえ、女性や子供を残忍な方法で大量に処刑するということは、戦国時代でさえそう多いものではありません。また播磨の三木城攻めの際も、秀吉は補給路を断つため周囲の市場を次々に撃破します。食料は次第に尽きていく城内では、籠城する兵士たちが鳥や牛、馬、
犬などの動物を食べ、それが尽きると人肉を食べるという異常な事態となりました。1年10ヶ月後、追い詰められた城主別所長春が城兵の命と引き換えに自らの命を絶つのですが、秀吉はこの約束を守らなかったと言われています。秀吉は残った城兵をことごとく討ち取っていったのでした。このことからも秀吉の性格の低劣さがうかがえますね。次に勝利した秀吉は鳥取城に攻め込みます。事前に米を高値で買い占め、米価を釣り上げたことにより鳥取城内では兵糧米の横流しが行われます。さらに城の周辺に砦を築いて要塞とし、補給ルートを完全に遮断したのです。牢城側はわずか1ヶ月で兵糧がつき、餓死者が続出したといいます。三木城の時と同じく城内では人肉を食する行為が行われたのだそうです。秀吉と同じ時代を生きた竹中重門の伝記豊鏡には、牛や馬を代わりの食料にするもすぐにつき餓死者が出たため、今度は亡くなった人間の肉を食べている、子供は自分の親の死肉を食べ、弟は兄の死肉を食べていると書き綴られています。これは鳥取の飢え殺しと呼ばれていて、どこまでも残虐なやり方と言えるのではないでしょうか。秀吉が天下を取ってからの残虐さがわかるエピソードの一つとしては、千利休を切腹させた事件があります。千利休は天才的な目利きで骨董品などの商いに携わり、一生涯でわびさびを完成させるという功績を残しています。そんな千利休は秀吉に茶を振る舞っており、秀吉はその茶の腕に一目置いており、また千利休は戦に関する助言を求められることもあったようです。千利休は切腹執行のために訪れた秀吉の使いにも茶を出したといいます。秀吉は君主と側近であると同時に弟子と師匠でもあった千利休に切腹を命じ、晒し首にしたのでした。さらに秀吉の恐ろしさがわかるエピソードとして、豊臣秀次一族の粛清事件が挙げられます。秀吉には実子がなかったので、後継者は甥っ子の秀次だとされていました。しかし側室の淀殿が子供を産んだので、強制的に秀次は出家させられ、その後切腹を命じられて晒し首となりました。さらには秀次の4人の幼い息子、娘、妻、そして妾たちを秀次の首の目の前で全員の首をはねたといいます。天下を取る前も取ってからも秀吉の目的の遂行のためなら他人の命を躊躇しない、その所業は教科書にも載せられないでしょう。その一方で数々の歴史小説やドラマでは、秀吉はまず例外なく希代の人たらしとして描かれています。ただ歴史小説やドラマには物語を面白くするためのフィクションが少なからず散りばめられています。しかし人たらしということに関しては、歴史的事実や信憑性の高い伝承などから事実だったようです。気配りと頭の回転の速さから人たらしの天才とも呼ばれ、重要な場面では情報収集や周囲の度肝を抜く行動力などの才覚の持ち主でした。本能寺の変からはそんな秀吉の驚きの行動力を見て取ることができますね。本能寺の変を知った秀吉は、水攻め中であった高松城の毛利方とすぐに和議を結び、まずは姫路城へ駆け戻ります。そして配下の将兵に備蓄米と金銀を惜しみなく振る舞い、再び京都へ急ぎます。およそ200キロを1週間足らずで戻ったことになるこの有名な中国大返し、これは明智光秀を倒すためにどうすればいいのかを考え実行した秀吉の驚きの行動力です。主人は無理を言うなるものと知れ、一
人ともの争うべからず、人に心を許すべからず、一歩一歩着実に重ねていけば予想以上の結果が得られる、など数々の名言を残している秀吉ですが、そんな名言を見ていくと、前向きな姿勢でいることや、人に対して思いやり、謙虚な姿勢なども伺えます。どの武将の人生も戦国時代は波乱万丈でしたが、秀吉ほど生まれた時と晩年の生活が違っていた人はいないかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。